はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、ようやくお待たせしました、新型ラブ4試乗できましたので、ドライブフィール編お届けしたいと思います。試乗車はですね、2リッターのガソリンモデル G ですね、中間グレードになります。こうやってね、なんか CHR と並んで止めてあったので見比べるとわかると思うんですが、結構ね、やっぱラブ4と CHR だとこうサイズ感がだいぶ違いますよね。まあ前後がね、ラブ4の方がだいぶ大きいのと、車幅もね、立中 NG のサイズになるぐらいまで思い切ったね、サイズアップを図っているので、まあ CHR とね、住み分けができているかと思います。ラブ 4G の価格はですね、320万円からとなっています。そして前回宿題だった、デイライト、デイタイムランニングライトですね、こちらの点灯してるのも撮ってきたんで見ていただければと思うんですが、ここが、ガソリンモデルはね、ここが光るみたいですね。で、ポジションランプは上のところだけがアイライン状に光るということで、これとね、デイライトが両方光るっていうことはないみたいですね。で、ロービームをつけると、まあ、こんな感じに光ってて、デイライトのところは光ってないですよね。で、ハイブリッドモデルは、点灯するパターンが違いますので、ご注意ください。ガソリンモデルね、購入検討してる人は、参考にしていただければと思いますが、ハイブリッドにもアダプティブハイビームの設定はありません。新型ラブ4はね、260万円からとなっていますので、見積もり記事はね、詳細欄にリンク貼っておきますので、リンクして見てみてください。込み込みがいくらになるでしょうかね。そして、こちらデイライトも光ってますよね。で、試乗に協力していただいたのは、私も購入したマイネッツ埼玉中央店さんですね。ありがとうございます。新井さんという営業マンにワンソクチューブ見たって言うとね、土下座はしてくれないかもしれないけど、買うんだったらね、ほんと靴でも舐めるし土下座でもするって言ってたんで、いいことあるかもしれませんし、値引きも頑張ってくれるかもしれませんよ。それでは、ラブ 4G に乗り込んでみたいと思います。よっこらせ。ドア閉めた音聞いてみましょうかね。今回はね、ドア窓も閉めたんで、どうでしょう、かなりね、バジャンっていうね、金属質な音がしますよね。エンジンかけてみます。はい。こういうオープニングアニメーションがあるわけですね。そうですね。画面もでかいですね。7インチ。あ、綺麗ですね。結構すごい照度も調整できますんで。はい、じゃあちょっとこれで借りていってみましょうかね。デジタルインナーミラー、これオプションですよね。これは G にはオプションですよね。そうです。じゃあちょっとポジションをこれ、ね、ちゃんとテレスコチルトもあるのがいいですよね。で、パワーシートと。パワーシートです。で、しかもメモリー2箇所までできるということで。でね、お、でかいっすね、この字が。使いやすいですね。字でかいです。そして、電動パーキングブレーキとホールドがついていると。はい、これ特に光ったりしないんですね、これは。ホールドボタンを押すと、メーターの中にも出ます。あ、メーターの中にホールドってつくわけですね。はい、じゃあ、ちょっとお借りして、行きましょう。行ってみたいと思います。2リッター NA ですもんね。滑り出しの感じはなんか静かですね。すごい静かなんですね。結構静かですね。これ左でいいんですよね。左行きましょう。思ってたより静かなんですよね。で、ホールドがあるから、ブレーキペダルから足を離してもホールドされると。これがダイレクトシフト CVT っていう発進ギアを持ってる CVT ですもんね。乗り心地は結構いいですね。もっとゴツゴツした感じ。もっと、うん、18インチか、これ18インチですよね、これ。これ18ですね。確かにもっと硬いのかと思ったら意外としっとりしてますね。カムリの似てるんですか、ね、確かに。まあ、プラットフォーム一緒ですもんね。そうなんですよ。TNGA の K プラットフォームですよね、これ。カムリ SUV みたいな感じですよね。そして、じゃあちょっと。あ、まあ、確かに、まあ、ダイレクトシフト CVT の、一足の発進ギアがあるから、ね、CVT みたいに、回転数だけ先に、上がって車速が、ね、ラバーバンド感っていうのは確かに払拭されてる感はありますけど、以前にレクサス UX200 っていう同じパートレーンとトランスミッション積んでる車乗ったんですけども、
それに比べるとやっぱちょっと車重がある分、うん、ちょっと重さを感じるかなっていう気はしますね。でもそのなんだろう、想定してたあれ、あっちは同じパートレーン積んでるんですけど、ハイオク仕様なんですよ。こっちはレギュラーなんで、そういう部分でのそのフィールっていうので、うん、あっちの方が警戒感があるようなフィールがあるのかもしれないですけど、ただその静粛性とかに関しては意外とこれ静かですね。エアコンの音が大きいからあれなのかもしれないですけど、またねここに蓋されるとさらに静かになりますもんね。今ねちょうどね、そうあのねナビつける前に試乗させてもらってるというとね、ちょっとねありがたいことなんですけれども、この辺のねソフトパッドもいいですよね。良かったですね、このプラスチックじゃなくて。本当僕もそう思いました。乗るまで分かんなかったんで、ここハードプラだったらどうしようと思ってたんですけど、安心しました。内装いい、内装いいな、うん、想定してたよりこの辺とかすごくあの液晶の感じとか、ね、あとメーターの感じとかもいいですね。これドライブモード変えると、はい、あ色が変わったりするんだ、ね、メーターの、まあ、結構勢いよく走るという感じですね。いいし結構ハイブリッドじゃなくても静かに乗れる。あ確かにハイブリッドじゃなくても、うん、静粛性は意外と静かですね。一応僕ガソリンとハイブリッドどっちも乗り比べましたけど、正直こっちの方が車っぽくて好きでしたね。ああなるほど、確かにあのレクサス UX の200と250を乗り比べた時も、はい、あの運転している感っていうのが強く感じられたのがやっぱこのダイレクトシフト CVT の2リターンモデルだったんですよね。まあ、確かに静かさとか、まあ、滑らかさみたいなのっていうのはハイブリッドの方があるんですけど、そうですね、車を運転してる感っていう面では確かにこっちの2リッターガソリンモデルおすすめかもしれない。こちら2リッターのガソリンの G という中間グレードなので、マルチテレインセレクトはついてて、ダイナミックトルクベクタリング AWD ではないんですよ ね。ただやはり4輪でトルク制御ができますので、これどっかにこう、はい、表示を変えると表示されてるのかな。あこれか、あ、ありますね。あ確かに4輪でリアに駆動がかかってるとかっていうのがマルチファンクションディスプレイで見えますね。これカーブ中にじゃあアクセルを踏んだりとかすると左右に、うん、行ったりする感じですかね。あ、そんでここに小さく、ロードサインアシスト、ロードサインアシストちょっと走ってみましょうかな。あ発進時にはやっぱリアにも結構トラクションがかかってるんですね。いやアクセルから足を離すと前輪だけ FF になるって感じしてますね。結構このやっぱトルク感2リッターでもありますね。ありますね、うん、この車体でも2リッターでちょっと不安だった、ね、そうちょっと僕もね不安だったんですけど意外と大丈夫かも、ね、うん。やっぱでもプラットフォームがいい感じしますね。やっぱボディ剛性いいな。ここを曲がってみましょうか。ここを曲がります。はい、ウインカーのリレー音も結構電子的に鳴らす感じですね。ちょっと最初ここがのセットが違いますね。ここちょっと狭い感じですかね、はい、ここちょっと狭い感じですけど、ここまっすぐボンネット長いって言ってもやっぱり見えますか、うん、見切りはそんなに悪くないですし、やっぱその SUV らしい見晴らしの良さみたいなものはありますね。昨今のトヨタ車って結構エピラー寝かせ気味だったりとかして、この天地幅がこう狭い印象あったけど、これは意外と前の見切りは良い感じする。いいす、ね、最初回転半径ボクシーと一緒なので、ね、あそうなんですね。やっぱハンドルがよく切れるんですね。しかもこのボンネットフードにちょっとなんだろう、こうデコボコがついているので、はい、まあ左右のね、あのそうですね、見切りがこの辺までボネット来てるんだなみたいな、あのボディの端がこの辺かなっていうのは分かりやすい、分かりやすい感じがありますね。
意外と結構元気に走りますね、市街地でも。そうですね、これ NA で、まあこれぐらい走れば十分かも。出たのめちゃめちゃ人気。確かにいいですね。だからこの G っていうこの中間グレードでも、はい、意外とそのね、シートヒーターがついてたりとか、そうですね、装備が充実してるから、売れ線がこのね、あの Z パッケージまでいかなくても、はい、G でも十分かもしれないですね。結構普通に走ってても、そうですね、あのリアに駆動が行くんで、その分力強さがあるでしょうね。あ、今これブレーキホールドかけてるから、トルクがこう配分されてるんですね。配分されてますね。ってことは後ろのプロペラシャフトも回ってるってことですね。これアイドリングストップするんですか、これって。アイドリングストップは確かないです。ないんですね、はい、この車。競技の車でアイドリングストップついてないってなかなか、そうですね、珍しいですね。確かにあのアイドリングストップオフボタンがないですね。ないですね。もう正直アイドリングストップ選ばれる方ほとんどいなくなってきちゃいましたね、今最近。あ、そうなんですか。僕なんかアイドリングストップ好きですけどね。アイドリングストップが嫌いっていう人が多いですね。嫌いっていう人はもういますけどね、結構ね。僕なんかも結構アイスト好きなんですけど、逆に渋滞とかはまると逆に燃費悪くなっちゃいそうな感じがしますよね。こう走ってるのを見ると確かにリアに駆動が行ったり、ありますね、でアクセルオフにすると完全にこう切れたり、そうですね、で加速するときにはリアにも駆動が配分されたりっていうのがこれを見ると分かりますね。アイドリングストップついてないっていうのはちょっと意外でしたね。僕的にはついてて欲しかった感はありますけど、ね、オフにねするのは任意だけど、ね、ついてないっていうのはあれですかね、北米ターゲットだからなのかな。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。といった感じで新型ラブ 4G の試乗インプレッションをお届けしましたが、いかがでしたか。個人的な感想としてはですね、やっぱりね、 TNGA 系プラットフォーム使ってるだけに、走りのね、どっしりとした感じとか、ハンドリングのやっぱね、剛性感とかっていうのは今までのトヨタ車の SUV なんかと比べるとだいぶ良いですよね。 CHR ももちろん、TNGA の C というちっちゃいプラットフォーム使ってるんですけれども、ラブ4はね、カムリと同じもう一つ上のプラットフォームを使っています。それだけにね、やっぱね、ドライブフィールっていうのはかなりね、どっしりとして、街中でもね、安定感のある走りを感じることができました。そして、2リター NA っていうね、パワートレーンなんで、このね、巨体を動かすにはちょっと力不足なんじゃないかなって予想してたんですけれども、その点はですね、ダイレクトシフト CVT がいい仕事をしているのか、全然過不足なく力強く加速してくれました。しかも CVT 特有のラバーバンド感みたいなのがなくてですね、普通の AT みたいな感じでぐいぐい、発進加速をしてくれるのが気持ちいいですよね。そしてエンジン音も結構ガラゴロとした音ながら走ってる感っていうのが強くてですね、レクサス UX200 のドライブフィールの時も私ね、動画でお届けしたんですけれども、なんか運転してて楽しい感じの、まあなんかサウンドというか、そういう感じになっています。で、一方でですね、気になった点としてはやっぱりアイドリングストップ機能がそもそもついてないってことですね。まあ、アイドリングストップ嫌いな人がいてオフにしてるっていう人もいるとは思うんですけど、私結構アイドリングストップのしつけというか、止まり際、そして再始動の、振動騒音なんかを車のね、乗り味とかの評価基準にしているので、それがね、いい悪いで、結構ね、印象も変わってくるんで、そういうね、評価基準自体がそもそもないと、まあ燃費に実際にいいかどうかっていうのは別として、やっぱ環境負荷、まあエンジンね、回りっぱなしですから、止まってる最中もそういうね、環境負荷の面とかでも考えても、やっぱね、あって欲しかったなっていうふうには思います。ガソリンモデルにアイドリングストップつかないって知ってたら、もしかしたらハイブリッドにしてたかもしれないですね。そのぐらい私アイドリングストップ好きです。で、今度ね、機会があればハイブリッドの方も試乗させてもらいたいと思います。お楽しみに。で、前回のマニアック写真クイズなんですが、正解はですね、 DS7 のクロスバックですね。分かった人いましたね。結構マニアックだと思ったんですけどね。そして今回の写真は何でしょうか。分かった人いたらコメントいただければと思います。これからも新型ラブ4ね、私の新型ラブ4の LINE オフも4月26日と決まったんで、5月中旬にはね、納車されるかと思うんで、こちらのマイネッツ埼玉さんではね、納車ブースもしっかり用意してるんで、まあ、納車式のレポートなんかもお届けしたいと思いますので、チャンネル登録まだの方いたら、これご機会にね、チャンネル登録お願いいたします。 Gmail にログインしている状態だとチャンネル登録ボタンが押せますんでね。そしてベルのマークをオンにしておくと見逃しもありませんよ。
今度は車の試乗だけじゃなくてね、雑談会とかもやってみようかなと思ってるんですけど、どうでしょうかね。コメントとかで意見いただければと思います。実はね、マツダ3の、先行展示会とかも行ってきたりとかした、そのレポートのね模様とかも動画にしていきたいと思いますので、お楽しみに。これから新型車もどんどん出ますからね、車買いたいと思ってるあなたの背中をグイグイ押したいと思います。やっぱね、車買うってことは日本の主軸産業、自動車産業にお金を落とすってことですからね。そのお金が誰かの給料になって経済が回っていくということなんで、車を買うっていうことはね、贅沢って思うんじゃなくて、もう経済貢献、社会貢献なんだと思って、気持ちいい気分で車を買ってねもらえたらなっていうふうに思っています。それでは、買いたいあなたの背中を押すチャンネル、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。